未解決ラジオ今回、ほぼほぼアドリブでちょっとね、お話ししてみようかなと思ってます。うー手元には資料は持っては来てるんです。で、えー、何やるかっていうと、僕が前に、あのー、ラジオで悪ふざけしたと思うんですよ。モノマネばっかやったっていう。 会が1回あったと思います再生回数が全然いかなかった回があるんですけど本当はあれはモノマネだけじゃなくてちょっと手清銃のね歴史もお話したかったんですよ。で結論から言うと当時というかもう当時になっちゃうんだけど山上容疑者がこう捕まった時に あの人誰だっけえっ、ーえー、とねちょっと調べますねそうそう自民党のね高市早苗議員だったと思うんですけどもこうネット上に銃の情報をねこう載っけるのはだめだみたいなけしからんみたいなあようなことをちょっと言ったあ気がするんですけど 非常にまあ簡単に言うとまあ言論統制的なっつったらなんだけども実際山上みたいな人間まあある意味ねものすごく憎しみに燃えて気力があるような人間頭脳もある人間行動力もあれば海外のサイトなんて簡単に見るわけですよ。 別に今はね翻訳もあるし英語が分かってれば多少分かればね大学受験レベルだったら、まあ、普通に読め,は読めますから普通に辞書あれば文法書とかで非常にこう情報の統制的な話をしててで意味がないんですよで実際そのところからもうちょっと歴史のこともね手製銃の歴史っていうのをちょっとお話ししたかったんですよ まあかなりね、えー、マニアックな手製銃の歴史についてちょっとね、えー、話していければと思いますで。これは僕結構調べてて、一応調べると、あの、1950年ぐらいからですね、えー、子供たちが危険な遊びとして銃を作ってるんですよね。で、1950年の記事がこう手元にあります。 で1950年の記事でこれなんて読むんだろうな紙の来館でやけどでその後これは読めないですねえー、ちょっと待ってくださいね今調べますええー、頻繁の頻に繰り返しで、えー、なんて読むかっていうと えー、これ、品品と読むようですね。これ非常に使わないですね。僕、初めてぐらいですね。この品品という言葉を使ったの。えー、紙の来館でやけど品品というですね、見出しがあります。えー、どんな記事かちょっと軽く要約してちょっとお話し,しますね。これ1950年。だから、 あ約70年前ですもう70年前には,はですね子供たちがこういたずらというかですね遊びでこう,こう作ってるんですね鉄パイプで来館を鉄パイプを使い、えー、紙来館でこう銃を作っていたっていう話でで何歳ぐらいの子供が作,作ってたかっていうと大体いい15歳の 子供数人で、まあ原理的には山上と原理は同じなんだと思うんですよねだからネットのない時代からまあこんな70年前からですね口コミでこういうことをやってるわけですよだから到底仮に情報統制なんかしてもですね、えー、無理だと思うんですね武器を作るということはあのー、と。 言っちゃ悪いけど、止めることはまあできないわけです。で、えー、YouTube の規制にかかるので、こう、細かいね、そういう武器の作り方とかはぜ絶対、あのー、今回い言いませんけども、おまあまあ、それぐらいからあったんですね。で、次はどうなのかっていうとお、60年代ぐらいから、こう、西部劇ブームがあったみたいで、えー、そこからですね、こう、アメリカからこう、 おもちゃをね、こう輸入していいことになったみたいなんですよ。だけども、まあ、高いわけです。う高いんで、えー、子供たちがこう、自分たちで作ると。で、記事がね、あるのが、えー、1960年ぐらいから64年ぐらいにかけて、こう、違法に手製銃を作る少年の記事が増えてくるんですよ。ちょっとパッと見てみましょうか。えー、これがね、 読売の1960年の夕刊のこれ連載記事ですね。ナイフを捨てろという記事です。で非常にこれ僕はあのー、今の新聞っぽくなくて好きなんですよね。こう、びっしりこう書かれてるわけです。記事が。で、郊外の飛行について書かれた記事です。 でね、えっ、ー、とね、調布とか、あとは八王子とかのことについて書かれてるのかなあ調布について書かれてますね、結構。で結構、こう、今の人権にこう考慮した記事ではなくて、えー、書かれてます。うー例えば、こ調布氏のことなんですよ。 結構ダイレクトな表現があります。これはあくまで <laughs> え僕が感じるわけじゃないですからね。一応言っておきますけど。玉、えー、川の砂利採取場を控え、労務者の販売も多く、京王閣競輪場貧困部落もあるっていうふうに書かれてます。でまあね、当時の調布はそこまで発展してなかったんでしょうけど、で60年代には、 こうビー玉獣っていうのが流行ってたらしいですなんでこれ例年にないハンターブームに刺激された農村の少年たちが考え出した手製銃でビー玉を弾丸にしてですね紙火薬で飛ばす危険な遊びである重心は20センチから50センチくらいまでさまざまあって少年たちは多摩川の河原や雑木林で試写会までやる。 2 0ル前後しか飛ばないが、車中に火薬でやけどした例もある。おもちゃで売ってる紙火薬は一発なら危険はないが、50発も一時,に一時に点火すると警官の持っている本物のピストルと同じような破壊力を発揮する。ってありますね。まあ、今見てますけど、ちょうどね、写真があって、あのー、 こう木で削ったようなね、本当のライフル銃みたいのがあるんですけど、そこにこう、なんか銃身みたいなものが、こうテープなのか紐なのかわからないですけど、くくりつけられているようなもので、60年代にはこうビー玉銃なるものがあったんですね。こう、まあ、この時代からね、こう、銃があるってことは、 まあ同じことだと思いますよ。あのー、山上が持ってたのそんな詳しく調べてないですけど、こう破裂させて弾を飛ばすっていうの原理は同じだから、あーあれだけど、こりゃあね、まあ防げないっすよね、こう言っちゃいけないけど。で、こう見ていくと、ちょうど61年の記事です。61年の記事にも、こう、 少年たち手製のこう、危険な鉄砲みたいなね、えー、こう、あれが載ってるんですよ。写真が載ってて。まあ、うまく作ってありますね。こう言っちゃいけないけど、えー重心が、なんか木にくくりつけてあるんだけど、見た目は銃ですよ。ほんと、変わんないっす。で、これはね、横須賀の方かな。横須賀の方であった。 あ記事ですねこれは61年2月の記事です。で基本的には、うん、どういうふうに作ってるか工事現場やスクラップ,スクラップ置き場から、まあ、鉄パイプをパクってくると木の台をお、まあ、取り付けて銃、えー、にするとでああこれ書いてますね。 何菓子っていうね、これあんま言わない方がいいな。えーい、いいか、大丈夫か。ね、あのー、60年前の記事ですから、大竜弾という花火をなんか、重心に入れて、ビー玉とかを弾入れて、爆発を待って、飛ばすみたいな、作りみたいです。で、まあ、威力は20から50メートル飛ぶらしいんですけど、これは重心に入れるってことだから、 多分前から入れるんですかね、ひな銃じゃないけど、こう、なんかこう、火つけた、こう、花火を入れて、ビー玉を入れて、撃つみたいな、爆発を待つみたいなことなんでしょうね。えー、まあ、はっきり言って、こう、当時も、今もね、悪書きっつったらあれですけど、 あ好奇心のある子供はやっぱりこうやって遊びますよね。うん。で、62年なんですよ。まあ、こういう、こういう風に見ていくともう語り尽くせないな。<laughs> いや、今、あ、これ集めたね、資料あるんですけど、あの、結構ね、これは、うん。あるね、ほんと。あ、 あるあるある。もうめちゃくちゃあるわ。あーめちゃくちゃありますね。こら。ちょっと語り尽くせないですね。あーこのビー玉銃ぐらいの話にしときましょうか。ちょっと今回。多分ね、これ話していくと、再現ないっすね。これ。他ね、いろんなこう、密造銃に関するね、記事を実は、 これ、集めてて。これ、一回だけじゃ、これ、話しきれないかもしれないですね。この、ビー玉銃とか、その、子供たちが作ったこう銃についてちょっと話しましょうか。今回は。何回かに分けてね、銃について話した方が、ちょっといいかもしれないですね。あえっ、ー、とね、ちょっと少しだけ話しておくと、あの、裏の銃職人みたいな人もいたんですよ、昔は。 えー、1984年ぐらいの記事だったと思います。千葉にですね、えー、鉄工場かなんか経営してたんだけども、鉄工場やめて銃作り始める夫婦がいてですね、えー、実際作れた、あの普通に技術はあったから作ってたみたいなんですよ、うん。そういう人たちもいたんですよね、昔は。今も本当は陰でいるのかもしれないけど、まあ、そんなね、今は、あれか、そんなことしたら一発でね、何年も刑務所行くようになるから。 昔は軽かったかもしんないけど、今はね、あれですよね、そんなことしてる人、いいとこなんからまあ、いいや。で、ちょっと戻りますね。ビー玉樹の話に。で、ビー玉樹の話ね、結構あるんですよ。こう、60年代の記事、見ていくと、こう、冬休みにこうビー玉打つみたいなね、記事かな、これは。で、同じ。ビニールパイプとか鉄パイプを重心にして、 木に縛りつけてで花火を使って点火してビー玉を詰めて撃つっていうやつですねでこれがねこれ埼玉の記事だからやっぱ関東とかではやっぱ流行ってたんでしょうねこのビー玉銃っていうのがでもこれ60年代に銃いくつだった子だから 今もうそっから60年だからこれ分かってる人70代ぐらいじゃないですか75歳とか70代とかのね人だったらこうビー玉を打ってたねえ時代とかも分かるんだろうけど全くねうん今はエアガンとかもあるからねうんまあビー玉城なんてこれえやってたら 今の時代だったらすぐパクられちゃいますよね。なんかこう河川敷とかで、こう花火とか買って花火詰めてね、<laughs> なんかこう手清潤みたいなのを作ってる子供がいたらすぐ通報されてる時代ですよね。んなあ。それがどうなのか、こう、話ずれちゃいますけど、こう、 あまりにももう、こう、健全な、こう、ものになりすぎてる気がしますよね、世の中。これは別に変なね、あの、こう、迷惑系 YouTuber とか慣れとかそういうことじゃなくて、こう、エロ本さえ読めない時代ですよね。もうエロ本すらもうなくなっちゃってるから、スマホとかでもう見れる時代なんだろうけど、なんかね、 もうこれは誰だったかなどっかの学者が言ってたけど極度にね漂白,漂白化されたあ社会になりつつあるなと思いますよそれってこう隙がない社会だからこう規制されてね起業とかもできないような感じですよね今うんすごくこう窮屈な感じはしますよまあ決してねそれ悪いことしろって言ってるわけじゃないけどまあい,いや B 魂、えー、の話少し戻りましょうか で、ね、えー、これどこだこれこう川崎か川崎でもこうあれでねあの結構銃作ってたねえー、子供がいたみたいですね結構あの家族に隠れてこう 銃作ってたみたみすよ。うん、あこれダメだこれだけど銃を使ってこうね他人を脅してたみたいな、うん、小学生がこうなんか中学生が脅してたみたいなね、うん、そんな記事ですね でね事故も書かれてるんですよ、そのビー玉銃に関する、あのー、まあ,あ、事故もあって、普通に暴発してる事故,とも事故とかもあって、これ、大阪でも、大阪の記事なんですよ、これは。大阪でなんか暴発しちゃって、で、弾が腹に命中してしまうっていう。 まあそんな10日ぐらいの怪我だったみたいですけどでおもちゃで買ったこうピストルを改造してこう紙回復で発射できるようにしたみたいでこれ 100m も飛ぶみたいですね 5m 以内ではこうブリキ管を貫通するみたいなだからでもねこれ腹だけで良かったんですよこっちの生地はえぐかったんですよね これ両方とも1964年の記事ですけど片方はねこう右の指を2本吹き飛ばされ腹部に4ヶ月の火けって書いてますねこれはすごいなこれもビー玉ピストルですねうんこれはただねこれ僕が話してるんだけどもこの手製の銃っていうのがこう 重心じゃなくてこうこうなんつったんでしょうねこうストックっていうんですかこう頬に当てたりこうなんかするじゃないですかこうストックって何つったらいいのかなこうバランス取るためについてるやつあるじゃないですかその部分がもう本格的にカンナとかで削って、えー、まあノコギリとかで削ったあの切った後にカンナとかで削って本格的にもうストック作ってるんですよね その部分が。で、それを、こう、とパイプがこう、紐とかで繋がれたりしてるんですよ。こうテープなのか紐なのか分かんないですけどね。こう結ばれて。で、ぱっと見にこう暗いところで見たら本物っぽいぐらいの精度です。で、これ、ちょうど白黒の写真だから、それだけ見たらちょっと夜中見たら本当に怖えなみたいなぐらいの白物ですよね。で、やっぱ普通に爆発。 する事故もこう起こってたみたいで。これはあの、いつだったか、学生運動とかでもね、なんかありますよね、そういうの。確かし、あの、チラッとしか見てないけど、アパートで回復調合してて、えー、爆発してたとか。これ多分海外とかでもあったような気がしますよ。あの、IRA かなんかのテロリストか忘れちゃったけど。だから、その、 そういうものを調合するととかって、金属のね、ものを使っちゃいけないとか言いますよね。金属の薬剤とか使っちゃいけないとか、多分金属の皿も使っちゃいけないとかね、多分。確かあったような気がしますよ。でね、そのなんかマニュアルみたいなのも、ねどこ、どこだっけ、あの、ミニコムシ売ってる新宿の模索者か。模索者とかに今あるんじゃないですか。どうなんだろう。ネット上に公開されてんのかな。 そういうの確かハラハラ時計でしたっけそんなのね、あったような気がしますけど。でね、だいぶビー玉銃のこと話しましたね。えー、今回、まあビー玉銃だから、今までちょっと話したのは1960年から64年ぐらいの、こう、歴史 まあ、50年か。50年が一番古いんですけど、記事としては。だから、1950年から60年代ぐらいまでは、子供たちがこう、銃を作ってね、遊ぶって文化があったんでしょうね。今はもうそんなね、えー、ものも全然ないけど。ちょうどね、今、俺今話してき、えー、ましたけど、で、 次どうなっていくかっていうと、あのー、70年代に入ってくるとですね、そういう記事はだんだん少なくなってくるんですよね。うん。で、過激派がこう武器を持ち始めるとかね、えー、し始めるんですよ。で、そこぐらいからなのかなうん。あ それからまたいろいろ、銃の歴史っていうのは、あるんですけどね。うん。ただ最近はそんなに銃を密用するとかってあんまり記事なかったような気がするな。また今度ね、続き話しましょうか。うん。あのー、これは別に、俺がガンマニアとかじゃなくて、ちょっとね、あの、資料集めるだけ集めてね、 使っってなかったんでね、うん、ちょっと、お,ーおーこれやってみたかったんですけど。どれぐらい喋ってんのかなもうその、マニアックなね、ビーダマジオの話だけで、23分ぐらいも話してますけど。最近ね、だけど、少しだけ時事ネタ話すと、三浦瑠麗じゃないけど、あれ。俺、ちょっとね、 思い出したのはねもう古くなってるけどキャラは違うけどんかねこう彼女のこうこれは別に誹謗中傷とかね通ういうわけじゃないですよ彼女の著書とか過去が本当のことなのかっていうのがすごい気になりましたね東大だからね これ不正ないと思いますよ。そんな。だから彼女普通に実試験で入ったんですかね推薦とか普通に実試験で入ってんのかないや、その辺のなんかね、過去になんかすごい、なんつったらい,いんだろう、こう、あるような気がしますよ。なんか彼女を紐解く何かが。で、詳しくやってんのはね、あるじゃないですか。その 一部ディープなさ、なんかこう、ディープな人たちが見るさ、なんだっけファクタとかだっけファクタとか、在店とかさ、アクセスジャーナルとかあるじゃん。その、相当こうね、事情通の人が見るみたいな、こう、サイトがあって、ね。アクセスジャーナルとかはね、YouTube チャンネルとかもありますけど、それとかでもね、かなり、有料の記事のことは言ってないけど、 旦那さんのことね、ちょっと触れて、ちょっとね、話してましたけどね。全然再生回数言ってなかったけど、多分結構聞いたら、僕の動画見てる人はアクセスジャーナルのね、動画見たら結構面白いのような気しますけどね。うん。だけど、いや、めっちゃ嫌われてるんだなと思いました。ニューラルリーって。こう、人間のね、こう、笑っちゃいけないけど、人間のこう、なんか人格というか、そういうものって、 の品性とかってやっぱりこうその人が窮地に立った時にこう分かるんでしょうね。やっぱ品性がこう下劣っつったら怒られるけどそのやっぱズルしたりとかねこう,うさんくせえとかそういう人って立場がやっぱ弱くなったらこう一気にこうねこう十字砲火を受けるというかねこうものすごいこう 叩かれるんだなとだから、お笑い芸人の子、渡部じゃないけど、こう、やっぱ、こう、弱くなると一気に叩かれるんでしょうね、その、なんかね、確かにうさんくせえなっていうのはあるじゃないですか。世の中こう、うさんくせえ人だらけになってるとは思うんですけど、もう、テレビをつければネットを見ればうさんくせえ人しかいねえみたいな。 んあのね好きあればこうね人を騙して信者ビジネスやってやるみたいなねそんな人ばっかりだからこうまあね面白くもなんともねえなと思うんですけどねネットとか最近見てちょっとね話ずれちゃいましたねだからあのー、もう見るものがね俺最近猫とかね子供ばっかり見てますよあなんかねそ猫とか子供はねあの嘘がない気がしますよね 例えばワールドカップとか何でもね、根本的なところで人間って嘘を求めてないんでしょうね。やっぱ嘘が嫌いなんだと思いますよ。その嘘が嫌いっていうのは、きっと、俺ら人間って弱いから、みんなでね、狩りやったりとか、こう、田んぼ作ったりするわけじゃないですか。そこでね、あの、収穫ごまかしたりとか、あの、種の数ごまかしたりとかね、嘘つくやつっていうのは、やっぱ、 あの、死活問題なわけですよ、きっと。だから、やっぱそういうやつに対しての、こう、嗅覚みたいのは、本能的にあるんでしょうね。きっと。こいつうさんくせえなって感じたら、やっぱりうさんくせえこと多いじゃないですか。ああ、まあまあまあ、ちょっと、話しすぎましたね。うん。まあね、三浦瑠璃の話しちゃ、しちゃいましたけど。実際、まあ、これ、まあ、あれだな。旦那さんも旦那さんで、彼女と、 こう結婚して一生を共にするっていうのもすごいですよ。まだね、こう、一時的にね、付き合うとかね、関係を持つとかあったらまだわかりますよ。まだわかるけど、一生ずっと一緒にいるってのは相当きつそうな感じはしますけどね。まあ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 、これ、これぐらいにしておきましょうか。今、6、50年代とか60年代にちょっと話しましたけど、70年代とか、 80年代のね、まだ記事はまだ残ってるんでね、おいおいちょっとね、えー、そのこともお話ししましょうか。うん、手製獣の歴史っていうのはね、資料だけちょっと調べてるんで、またちょっとね、えー、パート2ぐらいでもね、やりましょうか、今度、えー。ちょっとお話ししましたけど、もう30分ぐらい話してるんですかね、またちょっとね、えー、未解決ラジオ、 頃合いを見て、ちょっとやろうかなと思います。聞いていただいてありがとうございました。またね、えー、動画やってきます、えー。ちょっと予告だけしとこうかな。やろうかなと思ってるのは、これも動画作ってる人いないと思いますけど、お資料だけ集めてるのはある、まあ、殺人事件をちょっとやろうと思います。えー、これもね、 手口の割には全然、こうやってる人はいないんで、えー、僕が多分初めてだと思うんで、それをちょっとやってみようかなとは思ってます。えー、ご清聴ありがとうございました。また、あー動画の方やっていきます。それでは。